皆さんおはようございます。秋総裁のコーチです。12月の今日が8日火曜日になりました。今すごく広島曇っとるんですがね、今日天気予報ではこれ晴れ、確か晴れだと思うんですが、冬場はどうしてもこういう天気が多くなります。実はですね、ちょっと昨日とあることがありまして、これはまた後ほどブログで申したいと思うんですけども、ちょっと気分がですね、ちょっと冴えん状態で、今日朝起きた時から、ちょっとやっぱり引っかかりが結構あった事案でしたね。こういうことがまさか世の中で起こるんかと、世の中で起こるかですね、うちの業界でというお話か、まあ話はまたさせてもらいたいと思います。そういう中でですね、昨日プロ野球のトライアウトがあってですね、新庄選手がもう何年ぶりでしたかね、2006年に引退して、約14年ぶり、復帰という、やっぱりある意味ニュースですよね。まあ、彼がプロ野球に復帰できるかできんかは、まあ、非常に難しいハードルがあるでしょうが、年齢的にも48歳で、やっぱり彼らしいなと思いました。やっぱり見て思ったのはですね、やっぱり往年の彼を知っとるだけに、やっぱり48歳に確かになりましたが、やっぱり体力的なやっぱりトレーニングを積んどる言うてもですね、やっぱりなかなか足が上がっとらんなと、走るときに、もっと軽快に走っておったけど、でも48歳、世間の48歳考えると、やっぱりすごいなと思いました。バットの振りもですね、映像で見る限りやっぱりヒットは出ても以前のようなやっぱり綺麗なんです、確かない言うてもですね、やっぱり彼はずば抜けた身体能力を持っとったというのは、昨日のトライアウトの、映像をですね、見てから思いました。やっぱりああいうですね、プロ野球には夢と希望というのがある程度あるんですね。でやっぱり夢を与えるいうことになると、やっぱり新庄選手なんか大きな貢献をしてきたし、ひょっとしたら彼を取ったら面白いんかなと、観客動員とかやっぱりプロ野球のある意味ああいうエンター性がいると思うんですね。でやっぱり夢の話をしましたが、もう一人ヤクルトの村上選手、20歳で1億円の大台、もう彼は1億円って聞いた時にやっぱりふさわしい思いました。やっぱりね、彼は長打力もそうですが、もっともっと伸びる可能性が、ひょっとしたら松井選手以上、松井秀喜、彼以上になるんじゃないかと、思いました。このオフね、いろいろ忙しくて大変でしょうけど、しっかりとですね、ケアして、腕をおごらずにですね、彼にはね、まだまだ大きく羽ばたいてほしいと、思いました。確か同期に清宮がおりましたね、日本ハムの。えらい差がついたというふうに言われるかもわからんですが、清宮にはですね、もう小学校、中学校、高校が天井じゃったように言われんようにですね、やっぱり彼の持っている能力もすごいものがあるんですから、やっぱり彼はね、村上選手に負けんように、清宮選手をしっかり頑張ってもらいたいなと思いますし、やっぱりそれで彼ら2人がこう出てくることによってね、プロ野球のレベルも上がってくる、そういうふうにですね、やっぱりプロ野球のレベルがもっともっと上がるような、話題性だけでなくて、人気と実力がやっぱり鈍するような、こういう感じになってほしいなと思いました。あとですね、もう一個野球の話させてください。森脇さん言ってですね、オリックスの監督で長年ソフトバンクのコーチをやっとって、やっぱりこの野球博士のような、こういういい指導者がですね、どうもロッテのコーチになるんじゃないかという話が出ておりましたが、やっぱりこういうね、野球をよく知って指導力があって監督としてふさわしい人格者、こういう方がですね、プロ野球の現場に戻ってきたいのは、プロ野球のレベルを上げるにはもってこいじゃないかと思っています。そういうふうにですね、まあ今日プロ野球の話終始したようですが、そういう気持ちで今日もね、気持ちを切り替えて、明るく頑張っていきたいと思います。以上でございます。